コンチネンタル航空11便爆破事件は歴史上初めて発生した民間ジェット旅客機が破壊活動により墜落した事件である。アメリカ合衆国国内の定期便として運航中のコンチネンタル航空11便は1962年5月22日にイリノイ州シカゴからカリフォルニア州ロサンゼルスへ向けて飛行していた。その最初の経由地である ミズーリ州カンザスシティに向かう、途中の午後9時半ごろ爆発が発生し、ミズーリ州ユニオンビルに墜落した。翌朝現場から1名の乗客が救助されたが1時間半後に死亡したため、乗員乗客45名全員が犠牲になった。爆破事件犠牲者の慰霊被爆発は、機体後部のトイレのタオル棚で発生したが、 FBI は武装強盗の容疑で余震に向かうはずだった34歳の男性が妻を受け取り人とする最大15万ドルが支払われる生命保険金目当てにダイナマイトに起爆装置を取り付けたものを仕掛けたのが原因と断定した。また機体は爆発時には巡航高度3万7000フィートを飛行していたがしばらくは飛び続けたようで パイロットは緊急降下を始めたものの構造破壊が進み空中分解してしまった。残骸は試算支中には 190km 離れた場所で発見された小さい破片もあった。ありがとうございます。